一言はね。みんなで作ろう、ヤブシンみたいな。3月からございますでしょうか。 NHK のつくもとさん。 NHK のつくもとです。関西広域連合という言葉がそれを出てきましたので、はい、大阪万博について、はい、大阪がちゃんと組織を作って、まあ、取り組みを、まあ、本格的に始めたところだと思うんですけれども、滋賀県としてはどういった取り組みを進めていかれるんでしょうか。はい、滋賀県としても関西広域連合の一員として2025年に大阪を主なエリアとして関西にも波及する形で開催しようとされているこの万博はぜひ開催をしたいということで、誘致に向けても協力をして取り組んでいこうということを確認させていただいているところです。テーマが長寿社会を展望した健康というものでございますので、まさに2020東京オリパラ、2021関西ワールドマスターズゲームズ、2024滋賀国体全国障害者スポーツ大会のその翌年でございますし、ちょうどたくさんいらっしゃる戦後生まれの世代の方々が75歳以上、また後期の高齢者のゾーンに入っていかれる、そういう時代ですので、まあ、我々も含めて健康づくりということについて、例えば運動やいろんな最新機器の活用や、こういったことについて知見を広めるという意味においては意義のあるし、それが関西で行われるとすれば大変意義のあるイベントだと思っていますので、しっかりと誘致を実現すると同時に、その効果を大阪の一部だけにとどまらせずに、ぜひ関西一円にこの関西広域連合のネットワークを使ってですね、広げていけるような、そういう取り組みに結びつけていきたいと思います。その他いかがでしょうか。自立市の佐島さん。自立通信の小島と申します。先ほどちょっと長寿社会のお話もありましたが、はい、昨日社人権の方からですね、はい、まあ、人口推計の発表がありました。まあ、53年にその1億を切っていって、まあさっきの話ですけれども、65年には8800万人ですかね、まあ、なるということで、まあ、人口減少続いていくと、まあ、また逆に高齢化の方がですね、まあ、かなり進展して、まあお年寄りの方を支える、まあ、若い方も少なくなってくるという状況の中で、まあ、滋賀県としてどういうふうに取り組むか、まあ、県の、まあ、県というか、まあ、県としてもそうですし、まあ、知事としての考えというところ、まあ、人口減少に対するお考えをお考えできればと思います。はい、私も今朝からですね、この情報に触れて、そうかと、50年後には人口が8808万人になるのか、ただこの間の取り組みが功を奏してか、若干この人数が減るスピードについては少し遅れてきていると推計されている。しかしながら少子長寿化、高齢化は進み、特に15歳から64歳の生産年齢人口が大きく減少をするということが推計されている。この時代に対する、まあ、展望意識を新たにしたところでございます。県は皆様方のご案内の通り、人口減少を見せた豊かな滋賀づくり総合戦略をすでに平成27年10月、2年前の10月に策定をしています。この総合戦略に基づき取り組みを進めるということです。具体的には、県は2040年に、今のまま何もせずに推移すれば、2040年に約131万人、2060年には113万人人口が減る。しかし、このまま手をこまねいているのではなくて、さまざまな対策を講じていこう。そのことによって、人口を2040年に約137万
そして2060年には128万人に、これは15万人なんとか回復させようという取り組みをすでに進めているところでございます。19のプロジェクトを具体的にすでに動かしておりますので、これらにしっかりとした効果を出していくということでございます。基本的な考え方としては、人口減少をなんとか食い止めたい、人口構造を安定化させたいということが一つ目、そして人口減少の影響を防止し、軽減していきたい、これが二つ目。三つ目は、これは滋賀県ならではの考え方なんですが、人口急増時代に失ってきたもの、我慢してきたものを取り戻そうということで、自然と人とのつながり、生活のゆとりというものを取り戻す、そういう取り組みをしようということでございまして、まさに琵琶湖に対する取り組みなどは、また人と人との助け合いの取り組みなどは、この典型とも言えますので、そういった取り組みをしっかりと充実させて、多くの方に滋賀に来ていただき、また住んでいただき、子供を持ちたい、育てたいという夢を応援していきたいと考えております。ありがとうございます。また話が変わって恐縮なんですけども、ちょっと少し前の話なんですが、はい、教育直後の教材への活用というのがちょっと話題になっておりまして、はい、それについては知事としてどういうご所見をお持ちなのかお伺いできればと思います。前の会見でもお答えしたかもしれません。私も読んだことはございます。その内容を深く吟味できるまでは至っておりませんけれども、なんとなくこういうことが書かれているのかということについては理解をしているつもりでございます。その意味において、その時代の教育の直後ですので、主権がまずどこにあるのかというと、国民ではなく臣民だったと思います。そういうことからして今の時代に合うのかどうなのかということについては疑問を持つところも大きくございます。ただもちろんその時代に大事にされていたこととして、今にもつながる教えや思いというものもございますので、そういったものを教育的に憲法や教育基本法に基づいて活用しようということまで阻害されるものではないのではないかと思いますので、そういった良識的な対応に委ねていきたいと考えています。その他いかがでしょうか。よろしゅうございますか。どうぞ。いや、会話はないんですが、知事はその時期にいつ頃作られたんですか。いつ頃、今年に入ってからかな。納品は今年です。今年に入ってから採寸したり、いろいろ選んだり。そのディテールはどのように決まるの。このラベルとか。ディテール。ラベルの形とか、いろいろあるんですけど。私自身、そんなに詳しく並べしますので、専門のこれを仕立ててしていただく方に、ご指南いただいたり、あとこのものづくりを担当している職員の皆さんのアドバイスをいただいたり、はい、これまでどんな場面で切られますか。これまで、はい、これから今日実は人の前で袖を通すの初めてでして、これからちょうど色もいいですし、季節も初夏に入ってきますので、いろんな場面で行っていきたいと思っています。今の着心地とかもしれない。作ってから着れなくなってたらどうしようかなすごく着心地いいですし、何より軽いんですよね。先ほどもご紹介ありましたけど、いろいろあるものよりも軽くて、和紙だからでしょうね。これからの季節にぴったりだなと。実はこれどっかあれ NHK さんでしたっけ、テレビで取り上げられたことがあって、はい、でそれを見ていいなと思ってすぐに連絡をして、そして作りに関わっていただいて、ですからこれをご紹介いただいた経営者の方にも作らせていただいている、ね、作らせていただいたので、ね、ご連絡をしてぜひ一緒に広めていこう、はい、しているところです。ぜひ皆さん
はい、いかがでしょうか。毎日新聞の大原さん。毎日新聞の大原という。よろしくお願いします。何度もすみませんが、教育直後の、はい、先ほどおっしゃったのは、主権がどうあったかということもあって、今の時代に合うのかというのは疑問に思われるということですけども、最後おっしゃった活用するのは阻害されないというのは、今話題になっているのは道徳の授業とかでやる分には県としてダメだというふうに言うことではないです。都道府県が判断してくれと国は言っているようなんですけども、その辺りの考えも一緒。先ほども申し上げました通り、この中に書かれている、家族や周りの人たちに対する思いとか共同等に対する思いですね、こういったものは今の時代にも通じるものもあるのではないかと思います。ただ、この教育直後というものが当時天皇に、天皇の民である臣民という形で私たちが私たちの先人がですね、大事にしていたということも教えた上で、当時はこうだったと、こういうことが書かれてあったという教え方も必要でしょうし、また何よりこれもいろんなところで語られてますけれども、憲法をはじめとする現行の法律に即した形で教えることや諭すことということも必要になってくると思います。もちろん学校だけではなくて家庭等でこういったことが話題になったときにですね、さまざま共に学び合うことも必要かもしれません。そういう意味で私は語られること、使われることを阻害するものではないと申し上げたところでございます。いたずらにこう使えとかこう使っちゃならんということを都道府県が何か示さなくても、教育現場、教員、また県民の皆様方の良心にいただきたいというのが私の考えです。そろそろお時間でございますが、他にございますでしょうか。毎日の会さん、今の関連なんですけれども、あえてということはないんですけど、そのプラス面的なことは今知事の口から出たんですけども、教育直後に関してマイナスについてはどのように受けておられますか。教育直後の問題点というのは、この書かれていること以上に、この教育直後が解かれていたときには様々な教えがあったと思うんです。例えばこれは旧の文部省の図書局の通釈によれば、一心を捧げて皇室国家のために尽くせというような趣旨の教えがあったということも言われています。だからこういうことが今の時代には馴染まないということもきちんと、そのことが当時は語られていたということもきちんと教える必要があるでしょう。また歴史経過をたどってみると、戦後国会においてもこれは使わない旨決議にされております。そういう経過等もしっかりと踏まえて教えたり語ったりする必要もあるでしょう。そういう書かれていることの本当の意味や、この教育直後というものが辿っていた歴史というものをきちんと踏まえて、やらなければマイナス面があると思います。よろしいでしょうか。それではお時間になりましたので、これで知事の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。お知らせします。